安倍晋三首相声へ協力して河野太郎防衛相は26日夜、インターネット番組でツイッターのフォロワー数を増やすよう視聴者に呼びかけた。ポスト安倍を目指し、次の自民党総裁選に立候補すると公言している河野氏だけに、まずは得意の SNS で首相声を伺う。河野氏は防衛大臣。 河野太郎と話そうと題して定期的にニコニコ生放送などで肉声を伝えているこの日はノーネクタイに高市早苗総務省から送られたというマスク姿ラジオの生放送さながら事前に募るなどした視聴者からの質問に答えていった安倍首相190万 河野太郎150万河野氏はツイッターでの自らの発信が引用リツイートされる極意を尋ねた質問を国家機密と交わした後自身のフォロワー数の話題に脱線安倍総理が190万で河野太郎が150万と指摘し私のフォロワーが1人1フォロワーを増やすと総理を抜くぜひ明日からご協力いただきたい目指せ安倍総理と呼びかけた言い過ぎたと思ったのか あまりこれ以上言うと不穏になってもいけませんからあれですが、特殊を濁す場面もあった新型コロナウイルスの感染拡大を受け、夜の会食などの日程がなくなる中、歴代の米国防長官の辞典を読んで過ごしていることも明らかにした26日午後10時半の時点で、安倍首相のフォロワーは約198万人、河野氏のフォロワーは約152万人。